こんにちは、プロトリフチャンネルです。ユニークな植物が登場しました。こちらエンジェルウィングスという名前がついています。どっかで見たことあるようなというような方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこれダスティミラー、白大菊の仲間ということです。まあ白大菊といえば丈夫でということが一番だと思うんですが、これも同じように管理をしていただければいいと思います。お日様大好きですから、よく日の当たるところで管理をします。水やりはしっかり乾いてからやるということで、やりすぎには注意した方がいいと思います。ただし夏場の強い光ではちょっとかわいそうなので、夏場だけは半日陰に置いてやるといいかなというふうに思います。肥料は春と秋に緩効性の置くような肥料を株元にやってあげれば、どんどんともこもこと育っていきます。ぜひこのユニークな植物育ててみてはいかがでしょうか。そして寄せ植え等のアクセントとしてもユニークな色形をしているので使えると思います。